株式会社小和は、警備保障会社。施設上中警備、ホームセキュリティ、機械警備、貴重品輸送警備、交通警備、雑踏警備、特別警備、新編警護等を行う。二千五年警備会社に珍しい女性社長が誕生。創業者、篠崎学部の長女。参加に五社の子会社を持つ、グループ企業。二千九年四月一日に子会社のデポーを呼び、 コアズオートサービス、コアズメンテを、九州合併しそれぞれで、ポー事業部、オートサービス事業部、ビルメンテナンス事業部としている。ホームセキュリティシステム、コアズネットを運用。なお機械警備は、愛知県内が主力で、その他の地域ではあまり進出できずにいる。国内小売業大手のイオングループより、多数の施設常駐警備を受けようほか、公営競技場の警備経験が豊富にあり、 どこなめ協定上などの警備を行っている。女性社長の采配により2005年日本国際、博覧会警備業務代表幹事会社を受託。また、社長自ら社員と一丸となり、数百名で資格を取り、数ヶ月中夜提案書を作成、悲願の2006年度の全国各地の駐車監視員業務を落札した。警備業界売上高第10位。テレビ CM キャラクターは、 北村総一郎。2007年、松岡修造。しかしながら2010年、社長の第一子妊娠、育休中に、創業者額が自分で社を再度切り盛りしてみたいと、社長に復帰するも、高齢から来る認知の症状が出始め、また、癌を再発、被害妄想が激しくなるなどしたところ、現社長であり、元愛知県警である、小塚良樹と、 整形会社の新日本警備が作詞、学からガンで病床にはいるや、否や、ただ同然の金額で株を譲渡させた。この不自然な譲渡に現在、訴訟が提起されている。小塚氏は、創業者額が愛知県警備業協会会長の際、専務として派遣された。警察退任と同時に、壊ずに甘下り年俸2400万法律により、退任から、 天下りまで時間を置かなければならず、2004年は未出勤、晴れて入社後も、額の行為により、額の高いまで、額のゴルフや、夜遊び、等に付き合うだけで業務をすることは、一切なかった。道路交通法の一部を改正する法律により、放置車両確認事務業務を委託された地区は、以下となる。2006年度参考、愛知、大阪の契約は9月まで、 2007年更新は2年契約。2007年度、ありがとうございます。